はい、皆さん、トライアングルです。というわけで、ちょっと今見てもらってると思うんですけど、こちら、呪術廻戦戦火騒乱の、まあ、ツイッターの方更新されまして、前の動画からね。はい。プレイヤブルキャラクターのおっこつくん、前画像とかだけだったんですけど、映像も公開されておりますので、今このように見せておりますと。はい。火ダメージ等による、理科が、まあ、出てくるんですよ。で、まあ、ある程度ダメージを受けたら、なんか、ユータをいじめるなーって言って、多分、理科が出てきて、で、一気に呪力レベル3、呪力ゲージマックスになるということで、逆転を狙おうということで、多分、もう、逆転系なのかな、もう、今見てもらったらわかるんですけど、これ、ずーっと呪力がね、限界までブワーっていってるんですよね。これが相当やばいというか、だから、後半型なのかわかんないんだけど、理科が出た瞬間もとんでもない強さになるということで、まあこれ、おっこつくんも強いんじゃないかな。でもどうなんだろうね、その、意外と、まあこの後さ、紹介するんだけど、ゲトを。ちょっと、なんだろう、やっぱ遠距離キャラの方が結構強いみたいなイメージもあるから、でもおっこつくん強いだろうな、これも。ちょっと操作が難しそうな気がするけどね、理科ちゃんがどんな動きするかとかにもよるんだけど、はい。そして、次。はい、そして、こちらがゲトですね。ゲトも追加されましたので、呪錬操術と体術を巧みに繰り出し、遠くにも近くにも積極的に攻めようということで、まあ、捻出技と、呪力技をつなげることができるため、確実にダメージをつなげられると。だから多分、呪力管理がかなり難しいんじゃないのかなと思うんだけど、今見てると、ゾンバ、そしてムカデを出してる。でもね、ムカデは、呪力減ってるかな？磁力ちょっと減ってるかちょっと見てみようか。ここで技出してゾンバ出してるけど磁力は減ってないね。だからおそらく、あ、でもムカデは減ってるわ。ムカデ使ってるから、あのムカデも、うん、ムカデも減ってるか。まだ多分ムカデとゾンバ以外にもなんかありそうな気はする、これ見てると。うん、渦巻きとか、あ、さすがに玉物前は多分いないと思うんだけど、どうなんだろう、渦巻きあたりは打ちそうだよね、磁力3の状態で渦巻きをバーンみたいな。うん、だからちょっとこれゲトに関してはかなり僕的にはコンボ組みやすそうなんだよ、これ見てると。日の神ケプータンとかでもさ、やっぱり遠距離攻撃キャラがすごい強いと、矢幅とかさ、まあ、かなり なんだろう遠距離キャラが結構強い、わかんない、でも呪術廻戦と一緒にするとあれなんだけど、やっぱりそのさ、その捻出技が遠距離の方が多分戦いやすいと思うんだよね、近距離より。近距離の捻出技からの近距離の呪力技っていうよりかは、遠距離の捻出技でチクチク呪力を貯めて、で攻撃していくみたいな、で近距離にも強いみたいな、ゲトだったら個人的に結構強いのかな。いやでもかなりこれ分けられるよな。はい、まあということで、この呪術廻戦0のね2人、まあ2人って、まあ呪術廻戦0で出た、2人がまあ登場したということで、こちらちょっと紹介させていただきました。まあさすがにちょっとこれだけ紹介あれなんでね、ファンパレちょっとイベントちょっとやっていきたいなと思います。よし、それじゃあ、てか AP が、そうだ、もう朝だから、AP をまず消費せねばならん。まずちょっと経験値だな。経験値、あ、でも残機、いや、待て、まず、ちょっとね、今、経験値をちょっと上げたいんですよ。ナナミンをちょっと強くしたくて、そう、ナナミンが結構個人的に可能性を感じてるんでね。で、今日は、これ、呪物収集。これ、ちょっと早くやっておきたい。呪物収集ちょっといろいろグレード9にちょっとしておきたいので、うん、だからちょっとこれをやろうかな。で推奨が、じゃあ敵が半減幻、幻か、じゃあ夜でしょ、だったら虎杖君いこうか。弱点特性の虎杖君とできれば夜のキャラがいいけど、あー、そっか、 SR ナナミン残死持ってないからな。残死あったら SR ナナミンでもいいかな。あ、待って、いいこと思いついた。ちょっと待ってね。残死で、最近ゲットしたイベントの、残死をちょっと使って、あれ、そう、これ、あれ、イベントの残死ってさ、あれ、あれ、あるはずだよね。どこにある？あった！これだ！やっと見つけた！これで解放して、これを使うとね、クリティカルすると、クリティカル率が上がって味方全体に必殺ゲージの上昇量 15% あるんですよ。だからこれ使ってこうかなと思って。で、残死的の能力的にもやっぱりナナミンがかなり刺さってんだよね、体術と術式の複合っていうことで。で、なんかコメントで野原ちゃんもなんかいいですよみたいなのがあったんだけど、クリティカルあったっけ、なんか
クリティカル率上昇とかあった？ん？ないよね。なんか野原ちゃんもすぐおすすめみたいな感じだったんだけど、これでクリティカルするたびに必殺ゲージが 15% 上がる。でしかも2ターンあるから、ここでナナミンを入れます。でナナミンにさっきの残滓をちょっと入れて、これだね、ここでナナミンにこれだ、この残滓を入れます。これでちょっとかなり強くなれるんじゃないのかな、強くなれるというかかなり可能性を。で虎杖君はやっぱり必殺ゲージもガンガン溜めていくみたいな立ち回りができるから、で乙骨くんより必殺ゲージが強いキャラクターでいきたいんだけど、まあ翔子とか行ってみようか。回復役もちょっと欲しいからね。翔子でナナミンでで学長、ちょっとバフキャラが少ないからももちゃん入れてもいいかもしれんね。翔子のところ、翔子のところをももちゃんとかも全然ありな気がするけど、まあこんな感じでいきましょうか。で教授でもいいんだよな。教授やっぱり強いからちょっとこれでやってみよう。一応これ説明すると、まあ会心率小アップと、ね、こっちだね、こっちがメイン、自身が会心を発生時、味方全体に必殺ゲージ上昇量 15% アップということで、ナナミンがクリティカルでこれだね、会心率中アップを4ターンつけることができるので、まあ2回ぐらい術式の開示して、そっからそうだね、頭角呪法打てばいいんじゃないかな。あーでも結城くんでもいいかもしれんな。ん？大丈夫か？大丈夫そう？大丈夫？びっくりした。あーログイン、そうか、今日は実は朝なんです。はい明日も来なよ。で解禁賞目指しちゃおうぜ。行こうか。なんかあるお知らせ？お知らせは基本的にないと。じゃあ行きます。クエスト、呪物収集行きます。する、はい、これからのこっちか、行こう。決まってこうぜ。いやー結城くんでよかったかな。いやでもガラガラ、まあガラガラでね、一気に呪力を上げるっていうこともできるから。じゃあまず消化一心で、これでもう術式の開示と残滓でも一気に溜めちゃおう。で次のターン頭角呪法を打ちます。でクリティカル入れば 15% アップなんでね。でメス投げで、まあ何でもいい、どこでもいいっす。で極度の集中で必殺ゲージが溜まればガラガラもねかなり溜まりやすくはなるので、極度の集中で必殺ゲージ上げるのあり。いやでもウェーブさんだからな、ウェーブさんだからとりあえずまずはガンガン攻めていこう。さあこれで必殺ゲージ上げて、で術式の開示でさらに残滓も使って、今のところ、かなり、会心が溜まってる状態で引き付けね、まあ引き付けはいいよ、引き付けはいいんだけど、さあ次ここで頭角呪法、これでクリティカルが1回でも入れば、そうだね、あーちょっと待って、これクリティカル率、これ会心上がるでしょ。あ、じゃあ会心抵抗率、あそうか、翔子ともかなり相性がいいのか、これだったら、これそうか、会心抵抗率下げれるから、はいはいはい、クリティカル 15%、 これ毎ターン 15% 上がります。でさらに翔子一心も合わせると一気に上がると。いやこれマジで強いぞ。これもう一回打つか、でサンプル開始で、そうね、でこれ多分剣だで大丈夫。いやでも国戦率上げる、いや大丈夫大丈夫、これで、はい、クリティカル、素晴らしい、すいった痛いね、おお痛い、必殺ゲージが痛いね。これはとりあえずじゃあ情報開示しとくか。これ多分まもう切れちゃったっけ、会心が発生率まだ上昇してるか。じゃあまあ一文字打つか、一回打つか、打ってで反転術式で学長で黒線で倒そう。必殺技が一発飛んでくるなこれ。でもいいな、これ必殺技をガンガン打てるから、はい、まあ、今回はちょっとねどんな感じなのかっていうのをちょっと見したいから、多分一人やられちゃうかもしれんな、これちょっといろいろ試しながらだからな。やばいな、ナナミンがやっぶっぶー、あガラガラ、さあここでガラガラ見せるか。必殺ゲージをどんどん使っていこう、どんどん使っていきます、ガラガラに関しては。で反転術式で極度の集中でいいかな、いや多分倒せると思うんだよガラガラで、集中で、で必殺ゲージが多分ガラガラ何回もやるから、あでもクリティカル多分入ってないか、1回ぐらい、あー来たー、クリティカル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 、おおクリティカル、素晴らしい。で呪骸大進撃でこっち倒す、いけませんね、術式開示して反転術式章の極度の集中でいいかな、オッケー。
さあ術式開示、会心率アップ、そして呪骸大進撃いきまーす、殴りまーす。さあこれで術式非ダメージダウンしてるんで一体大丈夫、能力上げよう、能力上げて、そうだね、頭角呪法で、いや次残滓がたまるのか、まあ頭角呪法でほどほどに頑張るか。でサンプル回収してクリティカルリスト上げよう。いやワンチャンあれかやられる、ちょナナミンがやられる可能性あるからこれでいくわ。まだそんな焦って必殺ゲージ貯める時間ではない。さあそしてクリティカルで必殺ゲージ上昇、いいぞ、必殺ゲージ上昇率がかなり強いやっぱり。さあこれで翔子の翔子が溜まったので、これ一文字切れでいいんじゃない、必殺ゲージ貯めよう。で反転術式台使いましょう。でああそっか、必殺技飛んでくんのか、キック攻撃を、ちょっと待って、攻撃こっちで全員倒そう、全員で倒そう。で反転術式台で、これで倒しきれんかな、キック一文字切り、あ無理だな、これ必殺技、必殺技一発飛んでくるわ。はい倒せないね、痛い6700、あ引き付け OK、 引き付けだったらいいわ、 OKOK 回復されるのは全然いいよ。さあそうこっからなんですよ、これなんだよナナミンの強いとこ、 SSR ナナミンのついに本領発揮します。これで今僕クリティカルがかなり発生しやすくなってるはず。スキルによって与えるダメージがブレイクが 57%、 これは関係ない。そうだね、会心が増加してる、そうだね。で術式 30% アップしてるんで、でサンプル回収でさらにクリティカル率上げて、で黒線を、あこっちにダメか、じゃあちょっと一旦待とう、極度の集中します。ここいや三段蹴りでいいか、三段蹴り、まだちょっと黒線は残しとく、これはさすがに。さあこれで、はいクリティカル、クリティカルからの必殺ゲージ上昇率アップ、そして三段蹴り、痛い、ワッチんーワッチ、くそいやーしまったな、これ一人もやられるぞ、無理だったか、頭角で倒す、まあ釘飛ばし、いや待てこれちょっと待て、こっちの方がいいな、キック頭角呪法ともな、念のた、ね、念のためともなり、え黒線、これ多分残滓使わなくてもいける、これで倒せる、 OK 倒した、空に必殺技上昇率アップともなりからの黒線、黒線、やっぱりあの野原ちゃんと相性いいってのは間違いないね、必殺ゲージがすごい溜まりやすいから野原ちゃんで、ガラガラいきましょう、ガラガラ、まあもうガンガンいっちゃおっか。でしかもブレイクはしやすくなってるはずだよねこれ確か、ブレイク率、あダメか、ブレイク率あれか、もう切れちゃったか4ターンで溜めよう。これでどうだ、ガラガラでどんなもんいく、でも多分ブレイクどうなんだろう、クリティカルするかな、ガラ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 、クリティカル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 、ブレイク、あれいいんじゃないナナミ、いやナナミいいよ、あれ僕非常にナナミに可能性を感じます、非常に感じます、これナナミ強いです、いやありだ、なるほどね、はあ、これでブレイク量と会心率アップさせて、だ必殺技が非常にどんどん高火力で高回転で溜まっていくわ、これ本当に。でこれで多分クリティカル入るかな、ともなり黒線で終わりと、はいこれでクリティカルは入る、入って、まあ、次のターンもどんどん、クリティカルして必殺ゲージ 15% 常に召喚一新を打ってるようなもんだからね。でしかも普通の召喚一新もあるから、召喚一新って2ターンだけなんだよね。でしかも次の残滓発動まで発動されないんだけど、ナナミンの場合はクリティカルさえ出しちゃえばずっと召喚一新を出し続けて、今ちょっと召喚やられちゃったけど、虎杖君と野原ちゃんだったらガンガン必殺技回せるんじゃないかな、これ多分。まあそれこそ五条先生でも使っていいしね、五条先生でもいいんだけど、まあでもちょっと五条先生やるとちょっと火力がちょっと下がっちゃうかなーって感じだね。だからこのナナミンだとバフキャラがちょっといないから、そうだね、そこがちょっと難しいところ。でも戦い方によっては全然これいけるわ、大ボスがいるとちょっと難しいかもしれないんだけど、いやでも大ボスいても必殺ゲージの回転量でいけんじゃないかな。でしかも何よりやっぱりナナミのガラガラ強いからね、あのブレイク性能が強い、
やっぱりブレイクをすぐ割ってくれるから、ボスとかでもやっぱり必殺技が溜まってきたりとか、早めにブレイクしたいっていう時はガラガラですごいブレイク率下げれて2ターンぐらい猶予があるからね。でその間に必殺技とか必殺技また溜め直して攻撃みたいなことができるから、ナナミンちょっと僕これレベル90まで行こうかな。うん、ちょっとレベル90本気でちょっと狙ってみよう、までちょっと上げていこうかなと思います。いやーよかった、嬉しいね。やっぱりこういうのいいよね。そのなんだろうな、このそれぞれのキャラ、もちろんね、バウンティさんみたいにさ、なんだろう、そのキャラクター自体を上昇させるっていうのもいいんだけど、まだ始まったばっかりだから、じゃあそれ無理だ、ちょっとやりづらい、キャラクター自体の性能を変えるのは。じゃあどうするかっていうと、その残滓で補ってくれるっていうのがすごいね。で今回で言うと明らかにピンポイントでナナミを強くしようみたいなのがすごい伝わってきて、 SR ナナミの環境じゃなくて SSR ナナミも使ってほしいみたいな、そんな感じがすごいね感じるし、で明らかに残滓でやっぱりちょっと強くしていくみたいな、そういう時はやっぱり残滓の良さだよな。この残滓一つでそのキャラクター自体が能力がやっぱり環境が変わったりするみたいなのもあるから、まあもちろんね、これでナナミンが環境キャラに行ったかどうかって言われたらそれはちょっと違うんだけど、でも全然その要は使いたくなるというか、SR ナナミンじゃなくてもちょっと使ってみたいなみたいな、必殺技回転させたいとか、ステージによってはこの SSR ナナミンでもいいんじゃないかみたいな、そういう感じになんかなってきた気がする。やっぱりもちろんね、必殺ゲージ 15% アップってのも大きいよ。で火力もバフもかけれるから、そのガシャが出たガシャによってはその会心中アッププラス、これだね、ごめんちょっと分かりづらくて申し訳ないんだけど、こっちのこれだね、これとかが出れば、まあでもこれ2枚ゲットしないといけないんだけどね、まあ1枚もしくはかけらでこれをつければいいんだけど、味方全体に対峙 20% とで3ターンだよね。これでも SR ナナミンのその一応役割をちょっとは 10% 低いんだけど果たして、かつ会心率中アップがあるので、でそっからガラガラでブレイクダウンをガンガン狙っていくみたいな戦法もすごいいいと思うからね。やっぱり SSR ナナミンというかナナミン好きとしては非常にありがたいです。はい。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいなと思います。はい、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様さ、バイバイ。今回はあれだったね、戦火騒乱の動画だったんだけどね、なんかナナミンが活躍してる動画になっちゃった。